天野チャンネルの天野地です。じゃじゃーんと、はい、今回はですね、こちらはつくばベースになんと私のですねバイクが勢ぞろいしております。というのもちょうど点検があったり北海道から帰ってきたりで全部ね一堂に集めてみました。なのでちょっとですね今日はこのタイプのね全然違う3台を比較していきたいと思います。で、まあ早速ではあるんですけど、ちょっとこれね見てもらいたいんですけど、これ3台の鍵なんですけど、この鍵がね結構面白くて、これヤマハの XSR155 で、これが CRF 2半ラリーで、これが実はハーレーなんです。排気量が大きいほど鍵が小さくなるっていうね、はい、なんかちょっと不思議な感じですけどね。はい、じゃあそれぞれですねちょっとどんな感じになるのかっていうのをね比較を見ていきましょう。まずねハーレーからねぜひ行きたいんですけど、こいつはもうまたがった瞬間に重量感がもう相当違いますね。これ相当な重量感があります。でポジションはどっちかというとこう足見てください、もうべったりついて、うん、楽なスタイル。まあとは言ってもハーレーの中では比較的まあ前傾も強いモデルなんですけども、まあでも総じてですねスタイル的にはその楽な乗車姿勢ですね。はい、こういう感じ。はい、で足はもうべったりつくと、まあ、非常に重心の低いモデルとなってます。はい、で続いてですねこの2半ラリーなんですけど、これはですね、まあオフロードも快適に北海道ツーリングなんかで見ていただいて走れるので当然なんですけど、見てください、この車高の高さ。はい。ね。で、これ、後ろに荷物が乗ってたら、こうやって乗るのって結構大変なんですよ。で、どうするかっていうと、これね、まあ、皆さんどう乗るかもあるんですけど、こうやってここで乗ってこういうふうに、はい、こういう感じに乗る方がまあいいかなと。で僕は 178.6cm、まあ、約 179cm、 体重が 70kg でだいたいこんな感じです。両足はべったりつかない、うん、なのでちょっとですねこれはもしかすると小柄な人にとってみると、足つきは良くないのかなと。ただハンドルの位置はこれね全然近いの分かります。だから足つきさえ気にしなければ実は、まあアドベンチャーバイクとまだ言わないんですけども、意外とポジションは楽で長距離乗ってもこれ疲れないです。はい、でまあ降りる時もねこれちょっとまあこういう形でこういう風に降りればまあそんなに後ろにね荷物が乗っててもまあいけますよというところですね。はい、で最後がまあ XSR、 これまあ一番 155cc で排気量はちっちゃいんですけど、まあまあ形の車格的には大きく見えます。ただまたがってみると見てください、これもねまあほぼべったりですかね、ほぼべったり。ただこれ少しねハンドル位置が遠くて、しかもちょっとこのハンドルのねこの幅が広いんですよ。これはもう少しちょっとこう前寄りにあるとポジション的には取りやすいのかなと思います。でただこいつの場合はもうとにかく軽いんですよ。多分ね120キロとかそれぐらいなんでものすごく軽いです。だから取り回しがとにかく楽というのがまあこれの特徴ですね。だから都内なんかで乗るにはこれものすごく乗りやすいです。でこいつも150キロぐらいで軽いんでそんなに取り回し苦労しないんですけど、ただ重心が高い分だけまあちょっとね倒れかかるとこうグラッときちゃうんでね。でこいつはもう250キロクラスで重いんだけどすごい重心はすごい低くて、まあ取り扱いとかは大変だけどまあ安定感は一番高速なんか乗るとあると、まあこういう違いですね。で、さっきまあ鍵の大きさなんていうのも見せましたけど、ちょっとそれぞれねエンジン音を聞いてみましょう。まずですね
このハーレー、これはよし、ちょっと最近ねエンジンかけてないから丁寧に行きましょう。行きますよ。はい、この V ツインの駆動感がこのハーレーの持ち味で、またがってもらうとものすごい駆動が来るんですよね。はい、これがこの駆動感がやっぱりハーレー好きの方にはたまらないんじゃないでしょうか。はい、これはやっぱりもう魅力の一つですよね、この駆動感ね。さあ続いて、じゃあこれあの CRF 2班ラリーなんですけど、こいつあの特にマフラー交換してませんから、あの非常にね音量的にはあれなんですけども、まあ単気筒のね 250cc です。これちょっと聞いてみてください。はい、まあ連続的なパルス感で、こういう音ですよね。でもこれもあの乗ってるとすごく気持ちのいい、歯切れがいい音をしますよ。こういうね、はい、付け上がりも非常に軽いです。はい、でこれはあの北海道ツーリングでも、まあ、250cc として、まあ、ものすごくパワーを感じるかったら、それはもちろんそんなパワーは感じないんですけども、まあ、常用域でのまあ、もちろん交通の流れをリードするぐらいのスピード感は十分あるし、でトルクもあるし、で低速あのオフロードなんかでも非常に使い勝手がいいですし、 250cc のこういったタイプのエンジンとしては、いやものすごく僕は乗りやすさとパワー感のバランスがいいんじゃないかなって思いましたね。はい、で燃費もねこれ30キロぐらいリッター走るんでめちゃくちゃいいですよ。はい、じゃあ最後はこのあの今ね、評判のいいこの吉村マフラーをちょっと聞いてみましょうかね。はい、あ、これも単気筒なんで歯切れがいい音ですよね。ただこいつはやっぱりこの吉村のマフラーが入ってるんでやっぱいい音ですよね。こういうね響きが非常に、はい、でこいつは 155cc ということで、こいつよりもさらに、ね、100cc 近くエンジンが小さいんですが、あの非常にですねこのエンジン馬力があります。多分この250よりはまあ数馬力、確か20こいつが 4,5 馬力で、こいつは20ちょっとだったと思うんですけど、乗ってたらほとんど遜色感じないぐらい、はい、あのあります。なんでこいつは高速道路乗ってもちろん250単気筒としては立派に走るんですけど、 155cc っていうと高速道路乗れるギリギリぐらいの排気量じゃないですか。もう全然不安ないです。むしろやっぱりこの軽さと相まって、まあこのエンジンのねあのマフラーの小気味良さもあるんですけど、このエンジンパワー、これはもうね十分なんで、これをまあファーストバイクで使っていただいてもそんなに不満ないんじゃないかなと。やっぱり小排気量ならではの面白さが詰まった一台だと思います。はい、ということで、まあ、あのベーシックなねちょっと乗った感じ取り回しから、まあ、エンジン音を聞いてもらいながらエンジンの特性、使い勝手なんかを、まあ、中心に話をしてったんですけども、まあ、本当どれもねいいバイクで、あのどれか1台にしろって言われると非常に困っちゃいますけどね。はい、これからもあのちょっとこの3台をねその用途用途に、まあ、ご紹介をねしていきたいなというふうに思います。で、この CRF 2班ラリーのマフラーがまだこの方ね全然発売されないんですよ。発売されたらねすぐちょっとオーダー入れて、あの視聴者の皆さんにもご紹介していきたいんですけども、まだちょっとねこれが発売されないので、あの発売情報があったらまた教えてください。はい、ということで今日はちょっとこの3台の比較をしてみました。次回もお見逃しなくというところで、今回は以上です。ありがとうございました。